中年オタッキーです、ちょっとお詫びと訂正があります、選手のね、あの視聴者様の、写真の中でスキャンスタジオ F11 さんの、写真を紹介した際にですね、スキャンスタジオ F11 さんの所在地のこと東京都足立区と、申し上げておりましたけど、正確には東京都葛飾区の間違いです。申し訳ありません。完全に勘違いしてました。足立区も葛飾区もほとんど行ったことがないんで、あのぼやーんとしてるそのあの土地勘がね、東京はねあんまりトラック行くことがない、うちの会社特にね、行くことがないんで港区ぐらいかな。まあそんな感じで、間違っておりましたんで、あのスキャンスタジオ F11 さんね、あのスキャナー、フレックスサイズですか、体験で使うこともできますし、本格的に使うこともできるんで、私の、概要ね、YouTube の概要というところプロフィールありますんで、そちらのリンクからね、見ていただけたらと思います。で今日はね、予告通り、今週2本目の動画ですけど、被写体を意識する、印象的な写真の撮り方としてね、あの被写体をまず意識すると、それから構図を考えるっていう方向で、やっていこうと思います。それと動画の一番最後にまたね、視聴者様の写真を、紹介するところがありますんで、また最後まで、ご覧ください。それでは動画スタートしてまいります。はい、被写体を意識する、分かりやすい被写体だったらね、まあ、簡単なんですよ。例えば子供とかね、女の人とか、車とかバイクとかね、これが被写体だって分かるじゃないですか。でもね、風景写真とかね、まあ物撮りとかもそうですけど、被写体がはっきりしてないことが結構多いです。で、メインの被写体を据えないままに写真を撮るとね、ぼやけた写真っていうんですか、そのイメージがぼやけた写真になってしまって、いまいち写真に力がありません。そんなわけでね、まずその、あ、綺麗な場所だなって見て写真撮りたいなと。でその時にね、その中でもどれをメインで撮るか、どれを被写体にするかっていうことですね。それをしっかり考えて、写真を撮っていけばね、いい写真が撮れるのではないかなと考えるわけです。で、とりあえずちょっと写真を1枚見てもらいましょうか。今見てもらった写真これですけど、ちょっと分かりにくいです。これね、これだいぶ前の写真ですけど、地面が凍ってるんですね。地面が凍ってて、これパーキングなんですけど、まあ照明、枯れ木で照明が照らされてる、まあ、こんな感じなんですけど、地面が凍っててキラキラ光ってたんですね。で、なんかいい写真撮れないかなと、いうわけで、とりあえずパシッと1枚撮って、ぼやけた写真だなと。で、構図を変えてみました。構図を変えた写真が次の写真になります。はい、次の写真これですね。ピントはね、この凍った地面の方に合ってます。1枚目に比べてね、かなり印象的な写真になったんではないかと思いますね。夜なんで、まあ、これ EOS1DS で撮ったんですけども、 EOS1DS で高感度全然ダメなんで、ISO400 で撮ったんですけど、まあ開放に近いような形になって、被写界深度が浅くなってこんな感じになったんですけど、まあかえってそれも良かったのかなと思います。レンズは EF2470F4LISUSM です。こんな感じでね、メインは凍った地面なんですね。で、凍った地面を引き立たせるために周りを使った、これもドッグアイレベル、ドッグアイレベルっていうね、聞いたことあるかな。犬のね、目線よりもさらに低い位置で、何ですか、ライブモニターだっけ、なんかミラーレスと同じような感じの、モードにして、撮った写真になります。はい、1例目がこんな感じでね、構図をいじったらここまで変わるという例ですね。はい、次の写真も見てもらいますね。次いきますよ。
この写真ですね。あら、入っちゃった。これね、イルミネーションのトンネルがあったんでね、なんか写真撮れないかなと思って、とりあえずパッと写して、まあ、これはこれでいいんだけど、ちょっとひねりが欲しいな、思って、次の写真に進みますね。はい、この写真ですね、さっきと、まあ、こっち寄りに撮ったんですね。これ、まあ、メインの被写体はこれなんです。メインの被写体はこれなんですけど、それをちょっと構図を変えることによって変化を持たせて印象的にしたって、まあ、こっちをメインにしてもいいです。こっちをね、ピント合わせてこっちをメインにしてももちろんいいんですけども、僕の考えでは、まあ、こっちのメインをその隅に追いやることでかえって印象的な写真になったんではないかと、まあこんな感じで考えるわけですね。で、まあ被写体、そのですね、写真はね、光と構図、もちろんそうなんですけども、あの被写体をねしっかり考えないことには、あのぼやけた写真になっても構図もクソもないんで、まあ僕が撮った写真は大したことないんですけど、ね、皆さんが、考える、やり方でね、構図を考えていただけるけども、その構図を決める前にまず被写体を、はっきりと確定するわけですね。で、被写体がはっきりしている場合、まあね、うちの次男坊、の、写真をねちょっと3枚ほど紹介しますね。時期バラバラですけど3枚ほど紹介します。見てもらいましたかね。まあこの写真、この写真、この写真と、まあ3枚ともね見てわかるのはね、被写体が真ん中に来ていません、必ずどっちかに寄ってます。真ん中にね、真ん中で撮るのはもう日の丸構図って言ってね、初心者の方が陥りやすい、ミスになりますね。で、これ、この最後のやつ、これね、EOS50D に 50mm のレンズをつけて、換算が70何ミリか、中望遠になる写真ですけど、それ以外はね、これどっちも広角で撮ってます。特にこの2枚目はね、これはね、広角で背景がちょっと動けてますけど、広角でそのポートレートを撮る場合はその構図を決めてさらに寄ると、寄ることによって背景がボケたりといろいろ楽しめます。で、ですね、これがこっちにいたらダメですよ。顔がね、顔の向きとかがね、こっち広がりとか、こっち広がりと、いう風にね、構図をコントロールしていただければ印象的な写真が撮れます。これがね、真ん中に来るとね、なんかぼやけた写真になっちゃうんでね、こっちが広いとね、被写体を引き立てるものがここに水面ありますからね、まあ、こちらもね、ちょっと景色が広がると、これも景色が広がる、こんな感じでね、被写体、いかにメインの被写体を、引き立たせるか、構図の決め方としてはね、こんな感じになります。はい、でね、僕の動画を見てくださってる方、まあ、僕自身も結構そうなんですけど、被写体に困る、ね、被写体に困るっていう方ね、結構いると思います。毎日ね、同じところのね、移動の繰り返しとか、もうずっと家にいて、ちょろっと周りにしか行かないとか、それで写真が撮れない、そんなことはないです。光、とかをね、光や背景、を、コントロールすればね、どんなものでも被写体になります。それこそね、道端に転がってる空き缶だって被写体になりますよ。一つだけね、ちょっと例の写真を上げておきますね。写真ご覧ください。はい、この写真ですね。これね、夕暮れ空に、まあ、ほぼ枯れ木こんなもんでも写真になるんですね。まあ、大した写真でもないかもしれないですけど、これはね、ミノルタの α9XI、レンズが、ミノルタ AF2485、
F3.5 から4.5 フィルムが、スペリアヴィーナス800っていうフィルムになります。このフィルムちょっとマゼンダがかかった色がねよく出るんでね、いや印象的な色になってますけど、まあ、こんな感じでね、光とか背景とか、構図とかをねうまいことすりゃねこんなもんでも被写体になっちゃうんです。で、写真をね最初から撮るのは諦めるんじゃなくてね、もう常にねなんかカメラ1個、まあできりゃねこんなコンパクトなカメラだったらね負担にならないんで、コンパクトなカメラでも持ってね街、近所を散歩がてらねうろついてて変わったものがあったらね写真を撮るとかね、そういうのもいいと思いますし、同じポイントでもね結構ね時間とかその季節とか、構図、そのものに対する距離、そんなのいろいろ変えたらね、なんぼでも写真撮れます。そんなわけでね、ちょっと工夫してね、写真を撮ってみて、で、満足のいく写真が撮れたときはね、なかなか、うんっていう感じでね、流飲を飲むみたいなね、感動が得られますんでね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、今日の動画はね、こんな感じになります。で、ここからは、視聴者様の、最近うまく言えることだったかな、視聴者様のね、写真を紹介してまいります。まずはね、一番最初ジンさんの、写真を紹介します。ジンさんの写真ね、この写真はちょっと縦構図になります。カメラがね、僕もこの間、動画にも作りました、ヤシカエレクトロ、35GS ですね、カラーヤシの 45mm だったかな、忘れちゃった、になりますね。で、やはりねこのレンズも素晴らしいです。これ何ですか、これもなんかものすごく古い街並みですけど、ああ九州の地に戻ってた、これいい感じで撮れてますね、非常にシャープに撮れてると思います。空が青かったらもっと最高だったんですけどね、まあこれは季節、天気なんで仕方ないですけど、いい感じで撮れてますね、コントロールが難しいタブレット、まあこんな感じで、次はねマグナムさん、マグナムさんの写真、行ってみようと思います。はい、マグナムさんの写真ですね。これ、富士の XT10 だったかな、XT10 に、クラシッククローム設定、レンズはレンズベビーのベルベット56、前回と同じ組み合わせになりますね。これね、まあ、ソフトフォーカスでポートレートを撮られてますけど、素晴らしい写真になってますね。このね、にじみ具合ですか、これがねまたいい感じに出ておりますね。ソフトフォーカスのねまあまだ前も言いましたけど、ソフトフォーカスの写真にね挑戦してしたことがないんで、そもそもソフトフォーカスのねアイテムを一つも持ってないんでね、テクニックもクソもないんですけど、いい感じに撮れてますね。ポートレート、ポートレート僕もね30何年も撮ってないんですけど、このもう一枚の写真ですね、これちょっとこっちにダウンロードしてないけど、もう一枚の写真、まあこれもそうですけど、これぞポートレートって感じですね。最近有名な人、まあテレビに出てる人とか他でもそうですけど、有名な人ってねなんかね女の人がちっちゃく写ってるんですよね。で景色とかねそういうのが広がってるような写真が多いんですけど、あれはポートレートじゃないと僕個人は思います。あれは風景写真ですよ。女の人を使った風景写真です。これがポートレートですよ、僕はそう思いますけど、どうでしょうかね。はい、次いきますよ。こんなこと言ったらなんか恨み節が入ってきそうですけど、誰のこと言ってんだみたいな感じ。次はね、サファイアさんの写真、行ってみようと思います。はい、サファイアさんの写真ですね。これ素敵なね、
パリジェンヌですね。1994年5月に撮影したということで、機材がね、ミノルタ α7700i、レンズが α2885、3.5 から 4.5、フィルムがね、富士クロームの100ということで、リバーサルフィルムで撮られてるみたいですね。このね、これコートの色とかね、発色、リバーサルフィルムならではのものがありますね。で、α7700 ミノルタのねレンズね、非常に色が濃く出る、ことが多いですけど、これもそのように感じます。肌の色とかね、これ白人さんですけどね、明らかにみんなね、ちょっと色が濃く出てね、印象的になってますね。はい、サファイアさん、ありがとうございます。はい、ね、次、次誰だったっけ、落合さんの写真かな、落合さんの写真、行ってみようと思います。はい、落合さんの写真ね、リコーのね、GR1S28mmF2.8 っていうことなんですけど、これもボリバリシャープに撮れてますね。すごいですね。フィルムはね、富士の業務用、記録用100ですか？めちゃくちゃシャープに撮れてます。GR1S のね、詳しいその、内容ちょっと調べてないんで、触ったこともないですね、わかんないんですけど、これどんなレンズ、28mm どこのレンズがついてるんだろうな、リコーだけにもしかしてって感じはしますけど、まあもう言わずもがなんですけどね、これ素晴らしくね、シャープに撮れております。はい、天気もいいですね、これいい色で出てますね。はい、おじやさんありがとうございます。はい、次がミッシェルさんね、ミッシェルさんの写真を紹介してまいります。はい、ミッシェルさんの写真ね、これね、これ若者ですか、楽しそうに記念写真を撮ってる、家族連れかな、光景ですけども、まあ、色もいいんですけど、何よりむっちゃくちゃシャープですね。これね、僕は最強のフィルムカメラじゃないかと、言っていた、トリップ35で撮られてるんですね。で、ミッシェルさんも、ピント合わせを、これほんとピント合わせ忘れるんですよ。特にね、こいつと一緒にね、持ち歩いてるとね、確実にピント合わせを忘れます。こいつはね、ピント合わせなしなんで。で、トリップ35はね、ピント合わせが必要なね、カメラになりますんで、これ、ピント合わせ忘れるんですね。でもね、やっぱ写りいいですね、トリップね。僕はね、カラーではあんまり撮ってないですけど、これいい色出てますしね。とてもね、その古いカメラとは思えない、1970年代前半かな、73年か74年ぐらいのカメラだったかな、なんですけどもね、特にコーティングも大したコーティングしてないと思うんですけど、あ、飛んだって言っちゃった、綺麗に撮れてますね。さすがの写り、トリップ35、こんな感じになります。今日の動画、こんな感じになります。視聴者様のね、写真まだまだ募集しております。毎回ね、紹介してまいりますんでね、ツイッターのね、DM、ツイッターでまだ僕のアカウントをフォローしてない人は、中年オタッキーで検索したらすぐに出てくると思いますんで、そちらでフォローしていただいて、それでダイレクトメッセージ DM を送ってと、で写真を送っていただくと、でその際にね、初投稿の方はハンドルネーム、ハンドルネームを使用して良いか悪いか、否か、もちろんね、匿名でもね、紹介できます。で、紹介した写真はね、もうどこで悪用されても構わないっていうね、覚悟で、言ってくださいね。ネットで公開しちゃうんで、コピーして誰か使っちゃうかもしれないんでね、そこだけはちょっと勘弁してください。で、みんなの紹介されてる写真より、僕の写真より、もっともっといい写真あるぜっていうね、力作をね、どんどんお待ちしております。どんどん紹介してまいりますんでね、だんだん紹介して聞いてなくなったりしてね。あんまり多かったらね、
写真の紹介だけの動画をまた作るかもしれません。はい、今日の動画はね、こんな感じでね、参考になっていただけましたかね。印象的な写真を撮るっていうね、話以前もやりましたけど、ちょっとね、内容的に重複するものもあります。どうしてもね、そういう部分もありますけど、まあ、今回はね、その被写体、メインの被写体をね、しっかり、この話もね、ちょっと前はしたんですけどね、メインの被写体をしっかりと、据えてから構図を考えると、どれがメインなのかはっきりしないとぼやけた写真になってしまうということでね、参考になっていただけたらと思います。はい、来週、来週ですけど、ちょっとネタがいっぱいありすぎて何かわからないんで、もしかしたら映るんですとか見っちゃうかもしれないけど、どれから行こうかなーって悩んでます。今週の動画はね、今日で終わりです。できるだけね、12月に入ったらね、僕の仕事めちゃくちゃ忙しくなって動画アップできなくなったりするかもしれないんで、今月ちょっとね、できるだけ頑張ってアップしようと思ってます。はい、今日の動画は以上です。また来週までお待ちくださいませ。最後までね、見ていただきありがとうございました。ね、こっちだっけ、こっちの辺にね、チャンネル登録ボタンと丸に出てきますんで、カメラの写真に出てきますんで、それをね、クリックしてね、まだチャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。で、他にもね、動画、リンクが出てまいります。お暇な方はね、他の動画も、視聴していただければ、ぜひです。最後までご視聴ありがとうございました。また来週までお待ちください。それではまた、また来週。